Ladies and gentlemen, boys and girls. はい、ということで、風邪をひいてるのではなくて、ビートボックスを練習してますので、喉ベースで始めさせていただきました。ということで、今回は削除やりたいと思います。前回はここ編集しましたけど、これをしたら削除しますかって出て削除するっていうのをやりたいと思います。はい、削除し、これをこれ、この削除ボタンを押したときに出るときは、出るのはどこかっていうと、まあ、こうオンタップのここの中で呼び出されると、こうタップしたらね。だからここの中で、まあ、ショーダイアログみたいなことをしたいと思いますので、まあ、ダイアログってなんとかしますかみたいな、ポップアップみたいなやつ。フラッターダイアログ、この API フラッターデブ。一番シンプルなやつが欲しい。でも、なんかね、日本語のね、記事、まあこれでいいか。2019とかでいい。いや、なんかね、やっぱりね、フラッター入門アカデミーとかね、出てきちゃうから。フラッター入門アカデミーとかね、僕、競合だと思ってるんでね。できるだけ公式ドキュメントを見たいっていうね、思いが。まあやっぱ一時情報を取らないとね、いけないかなっていうね。あ、こっちの方がいい？これもでも、フラッタードック JP ってこう非公式なんだよね、きっとね。ああ、シンプルシンプルな欲しいよ。シンプルシンプル、ショーダイアログ。これ2021やん。この人のマサテックブログさんにしましょう。はい。まあ、こういう記事もね、全部フラットダイアログがいっぱい書けという話ではありますがね。こいつコピーしますか、一旦。あ、これ出したいから。これコピーしましょう。で、まあ、ここに書いたらちょっと長いんで、まあ、長いでしょうね、きっと。長いよ。長いので、まあ、この辺に、クラスの下の方にね、多分、フューチャー型の方がいいかな。ショーダイアログとかね、作ってね。こうしてやったらね、コンテクストがね、ないのでね、ビルドコンテクストとかね、してあげてね。で、リターンしてあげて。違いますかね。フューチャーダイナミックス。OK？ ああ、怒られている。ああ、これだ。これか。あ、違う。お前が。あ、名前一緒だね。ショーダイアログとね。ああ、ショー、まあ、コンファームダイアログ。お、エラー消えた。よし、ショーコンファームダイアログ出します。まあ、フラットボタンとか今使えないから、これテキストボタンですね。はい。古い記事だとね、こういうのありますね。はい。まあ、いいえと。はい、いいえと。形で、コンテントは、まあ、なくていいか。まあ、削除の確認、こっちが。はい。で、こっちが、まあ、ブックのタイトル欲しいから、まあ、ここにブックくださいという感じで引数でブックいただいて、でブックに、まあ、さっきのあれか、これ使いつつね、ブックドットブックをしますか、あ、ブックドットタイトルか、はい、あってなるとダメなので、このカッコで囲むしかない。はい、おいよっしゃ、これ長いドット、こう長くなっちゃったやつはね、カッコでこの波括弧で囲むと。バリアディスミサボ。まあ、これはあったら、周りタップしたら消せなくなるのかな。ということで、ここですよ。ショーコンファームダイアログ。コンテクストとブックは出す。一応はウェイトにしとく。はい。OK。ということで、出ますか？お、いいですね。いいですね。いいですね。を削除しますか。まあ、カッコで囲むか、このを削除しますか。この辺を。なんか、これで囲む。これで囲んだらどう？ちょっと編集しちゃった。あれがいいな。二重カッコみたいな。うん。
あ、これでいこう。はい。で、はいしたら、ここで、まあ、削除したいと。あー、やばいやばい。モデルで削除ということで、しかし、モデルを持ってないので、その、この関数はですね。もういっか、モデルも渡すか。はい、モデル。これは何も、これ今、どこにいるんだっけ。あー、これブックリストモデルか。はい、ブックリストモデルに、削除のコードが書いちゃっていいですね。はい。モデル受け取ってきましたと。で、モデル .delete みたいなコードやればさ、デリートされるわけですよ。まだ作ってないけど。もう先に書いちゃおう。はい。まだ作ってないからエラーが出るけどね。はい。で、ブックリストモデルの方にですね、コマンドで飛んで、フェッチブックリストという関数しかないですから、作るわけですよ。future delete book 作るわけですよ。はい。で、ここに引数にね、ブックを渡してあげてね、このブック ID を使えばね、どうせ削除できるわけですよね、きっと。はい。ということでね、ちょっとこれ、前回使ったこの辺は消してと。これも消してと。これも OK。はい。こいつの中にデリートがあるはずですよ。リムービングデータ、これですね。はい。デリート。出ました。はい。これコピーして、のドックのブックの ID をデリートします。はい。OK。これをリターンで。これどうせフューチャー型だから。フューチャーボイルだから。OK。フューチャーで OK。で、このデリートを、まあ、エディット、ブックリストページの方で、ここで叩いてるよね。おっと。エラーですか。Can't find.あれ今、作りませんでした。あ、デリートブックって名前にしちゃったな。まあ、デリートだけの名前にしようぜ。で、あ、ブックリスト、ここで。で、引数にブックを渡すと。完璧や。で、終わった後に、あ、なんかエラー出てるよ。オーマイガー。ここにも、モデルを渡すように先したからね。モデル。はい、OK。で、まあ、削除したら削除しましたって出したいから、まあ、これ、ちょっとこの辺。まあ、一旦コピーして。証拠を危ないので、削除しました。はい、押したら、まあ、このデリートが走って、これが終わったら、まあ、ブックのタイトルを削除しましたと。はい。まあ、厳密に言えば、ここはトライキャッチした方がいいですが、で、ね、エラー、キャッチした方がいいですがね。まあ、いいでしょう、一旦起こらないというね、前提でね。はい。で、まあ、色は、レッドの方がいいですね。はい。はい、これでいいんじゃないですか。はい。ケーボイ本削除していこう。あ、でもあれか。あ、これ、消えない。ナビゲーションダイアログが消えてくれない。あ、ナビゲーターポップも押さないと。こうか。これ、こうすればいい。で、さらになんか今後ろで消えてないから、画面更新も走らせなきゃいけなくて、もう一回、これが終わっ、まあ、こうか。モデル.フェッチブックスリキスをもう一回やると。あ、これボイドなのか。はい。これでよさそう。はい。ケーボイボン消すぜ。よっしゃ。消すぜ。OK。こいつも消すぜ。いっぱいあるのを消していくぜ。うえ。これ、消してるときに何が起こってるかをちょっとこいつをね。持ってきて見ながらやりましょう。はい。消すで、ケーボイボン。あ、消して、消えてますね。
きますよ。左見ててください、この辺。はい、せーの。はい、消えた。はい。はい、消えた。はい、この今選択されている A たらし SC ボンも消します。グッバイ。はい、消えた。はい。家を押すと消えません。はい。家を押すと消えません。編集したら編集できます。過去仮消します。更新されました。はい、完璧っすね。イエス！ということで、今回は、削除やってみました。はい。前回編集して今回削除やってきましたので、まあこんな感じでね、もう管理画面いじんなくてもここから追加もできますし、編集もできますし、削除もできるという感じで、まあ、いわゆる CRUD ですかね。クリエイト、リード、アップデート、デリートすべてやりました。はい。ということでね、今回の動画は以上です。はい。次回、またね、まあ、ログインとか画像アップロードもまた作ろうと思いますので、続編をお待ちください。ということで、See you next time!